はいどうも、バモログフィールドチャンネルのバモくんです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はですね、キャンピングトレーラー講義第28回ということで、もうとうとうね30回も迫ってきました。これだけ続けられるのはですね、皆さんがすごく見ていただいたり、たくさんコメントいただいたりとかですねしてですね、楽しいコミュニケーション取れて、本当にね、ありがとうございます。それでは、今日のお題ということで、いつものツイートをご覧ください。はい、こちら、キャンピングカーで調理をするとき、洗い物は少なくしたいもの。そんなとき、テフロンのフライパンとこのシリコンのヘラとお玉を使うと洗い物が激減します。調理後のフライパンをこれでこそげ落とせば 95% ピカピカになります。こちらもですね、 YouTube で解説しますねというツイートをしました。ツイート見ていただいた方いらっしゃいますかね。ツイートでね、返信で、ああそれ使わせていただきますって言ってくれた方もいたんでね、もうそれだけでも嬉しいんですが、じっくりですね、このヘラとお玉のことについて今日は解説していきたいと思います。はい、ということで今日のお題は、キャンピングカーで調理する時の必須アイテムはこれだということで、お話し進めます。まず丸1ね、シリコンのヘラ。はい、丸2、シリコンの玉。この2つです。じゃあまずね、なんでこれがいいのか、なんでこれがいいっていうことに気づいたかっていうお話をしたいと思います。これはですね、すごくいいお話ですよ。ぜひ聞いてくださいね。結論、南極探検隊の調理の担当の方がこれを使っているからです。南極探検隊行く基地があるでしょ。でそこ行った時に調理する方ね、専門の調理する方がいるんですけど、南極だとあそこね、氷がいっぱいあるから水いっぱいあると思うでしょ。でもね、水限られてるんですよ。しかも排水が流せないんです。だからこのヘラを使って調理をした後にフライパンをきれいにするらしいんですよ。こうやってそうするともうピカピカになりますよって、洗わなくてもいいんですって、その後拭くだけでも済むんです、水の節約になるんですって言ってたんです。でそれを見た時にひらめいた。あ、これキャンピングカーの環境と同じじゃん。皆さん、キャンピングカー、キャンピングトレーラーお乗りの方、お水は節約したいものですよね。だからもうこれ使えるじゃんってことで、もうすぐこれを買ってヘラを使っていました。ただ最近お玉も出てきてると。でね、これお玉もあると便利だし、ヘラもあると便利だし、今日はその使い分けについてですね、それも、両方は便利なんですけど、この使い分け、こうやって言うと面白いね、使い分けついてもお話しします。はい、ということでまず丸1、シリコンのヘラはどうやって使うか。はい、シリコンのヘラはですね、ステーキとかお好み焼きとか餃子とかを焼くときに使えます。これ平らなんで、やっぱりひっくり返すの楽なんですよね。クイッとクイッとできるとということで、大きいものを焼くときにね、はシリコンのヘラを使います。じゃあ次、シリコンのお玉はいつ使うか。まあまあまあ、大体ね、もう皆さんね、ご想像、多分キャンピングカー乗る方料理とか好きでしょうから、もうすぐ分かったと思います。こっちは炒め物使うんです。チャーハンとかね、野菜炒めとか、なんか細かいものを炒めるときにこれでこうやって炒めてすぐよそえるし、でこれは中にね芯が入っていて、中は硬くなってるんですけど、先はシリコンなんですよ。だからこちらでもこういうふうに細げを落とすことがねできます。ということで、こっちは、野菜炒めとかに使うということになります。はい、ということで皆さんもですね、ぜひですね、この南極探検隊の方の知恵を借りて、キャンピングカーの中でもですね、水を節約して、楽しい調理をしてみませんかと。水をたくさん使うから今日はフライパン使うのやめておこうかなって思ったことある方いらっしゃいますよね、多分ね。ちょっと道の駅で仮眠させてもらう時とか、サービスエリアで前泊する時とかね、ちょっとなんか、食材あるけどフライパン汚れちゃうからやめようとかって思ったことあるでしょ。だけどこれがあれば水を使わなくても綺麗になって、あとね、食器洗いとかするおしぼりみたいのがあればそれでね綺麗になっちゃったりもするんで、ぜひおすすめです。南極探検隊の方の知恵なんで、これはかなり、信憑性のあるね知恵だと思いますので、ぜひね使ってみてください。はい、ということで今日はこのくらいにしたいと思います。さあ最後の言葉いきますよ。せーの、はい、ただ走るだけで冒険になるキャンピングトレーラーライフ、皆様もぜひということで、いつもご覧いただきありがとうございます。またね、これからもキャンピングトレーラー講義まだまだ続けていきますし、キャンプの動画もね、また連休があるんで行ったらアップしたいと思います。あと畑の動画、生物多様性の動画、あとね、今私が一番おすすめなのはゆるカフェです。あんまり再生回数伸びないけど、自分が楽しければいいと、自分が楽しくなきゃ皆さんも楽しくないということで、皆さんも楽しんでくださいね、私も楽しみますということで、いつもご覧いただきありがとうございます。それではまた、バイバイ。
はい、ということでお疲れ様でした。ちょっとね、編集後期みたいので、多分ここまで見てくれてる方あんまいないんじゃないかな。見てくれた人いたらコメントいただけたら嬉しい。一緒に乾杯しませんか、うん、最後まで本当にご覧いただきありがとうございます。よし、ちょっとね、今日は金曜日なんで、ゆっくり飲みたいと思います。乾杯だけね、しませんか。じゃあ乾杯、お疲れ様です。いつもご覧いただきありがとうございます。最後までね、見てくれたあなたはもう親友ですマジでありがとう。じゃあいただきます。あー、じゃあ楽しい週末を。それでは本当にバイバイ。